What's in a name? は2012年のフランス・ベルギーのコメディ映画。監督はアレクサンドル・ドラ・パトリエールとマチュー・デ・ラ・ポルト、出演はパトリック・ブリュエル、バレリー・ベンギー,ギー・ギシャルル・ベルラン、ギオーム・ド・トンケデック、ジュディス・エル・ゼインなど。男女5人が集まった夕食会で、一人の男性が時期に生まれてくる息子にアドルフと名付けると発表したことから起きる騒動を描いている。 原作は監督である、パトリエールとデラポルトによる2010年初演の舞台劇、レプレノムで、パトリエールとデラポルトの二人が、自らの脚色で映画化した作品である。なお、同原作は2015年に、イタリアで、イルノメデルフィーリョとして、2018年にはドイツで、お名前はアドルフとして、再映画化されている。第38回。 セザール賞では、作品賞をはじめとする5部門でノミネートされ、助演男優賞と助演女優賞を受賞した。日本では2021年7月時点で、未公開である。なお、主要キャスト5人のうち4人は、原作舞台劇の2010年初演時と同じだが、ピエール役のみ、ジャンミシェル・デュプワからシャルル・ベルランに変更されている。アロシネによれば、フランスの19のメディアによる、 評価の平均点は5点満点中3、2点である。6点トマト図によれば、14件の評論の内高評価は71%に当たる10件で、平均点は10点満点中5.1点となっている。メトクリティックによれば、6件の評論のうち高評価は4件、賛否混在は2件、低評価はなく、平均点は100点満点中66点となっている。 以下の再映画化作品がある。ありがとうございます。